るってことが分かったんで。よっしゃー、来た。よっしゃー、あそこはまっとった。よっしゃー、出たねー。こんにちは、今回で実況動画第7弾です。今日朝からもうすでに4箇所ぐらい回ってきてるんですけど、3箇所回ってて、今次も4箇所目に来てるんですけど、南の風でしけてて、で今日は朝から南西からの西になる風なんですが、もう今西の風になってます。でちょっと今のところまだノーバイトで、一回もバイトがない状態です。で今日はこういうルアーを持ってきてます。この間思いっきりこけて、あのタックルボックスがバラバラになってたので新しいのに買いました。かっこいいですね、今回は。やつで自分のキングベストが薄いやつしか入らないので、このこれぐらいの薄いタイプのやつを使ってます。でルアーはだいたいこんな感じですね。いつも持っていくのはみんなを、だいたいヒラフィーでいつも2本は入れてるんですよ。で、KTF は持ってきたり持っていかなかったりですね。足場が高いところに行くかなと思って、KTF は持っていきます。ヒラフィーで足元もできてる。で、今日、もうすでに行ったところが、ちょっと、シャローのところだったんで、今日リップルポッパーも、これ 24G のホースね、が自分でリペアしたやつです。あのゴフィッシュから出てる 24G 刃リペアで、まあ、一応ブレード系のシャルダスとパンチライン、マッスルの方ですね、と新編、いつも基本的にミノ2つに新編2つに、あとはこのブレード系は持って行ったり持って行かなかったりですね。で、あと、このネズミとか、あとダウスとかスピナーとか、遊びのやつを1個は持っていくようにしてます。あ、こいつでこないでバイトやったんですけどね。まあ、この場所で、結構まあこんな感じです。自分がいつも持っていく道具は。最近はもう新品ばっかもっぱら、もうなんか思いっきりキャストするのがきついんで、新品で楽してますね。ミノでなかなかね、やっぱ遠くのポイントが新品じゃないと届かないんで、新品も自分的にはこの2種類が使いやすいです、ね、パンチラインと。流されにくいような気がします。ぶっ飛びくんはちょっと自分は合わなかったですね。使ってみたけどあんまり、知り合いはよくぶっ飛びくんで釣ってますけどね、僕はいつもヘビーショットかパンチライン、パンチラインもヘビーショットはよく割れるんですけど、パンチライン結構最後まで持つんですもんね。もうヘビショットはやっぱ回収の時に当たって割れておしまいっていうのが多いですね。足元でカツンって当たって、そんな感じで自分がいつも持ってくる側は。またヒラフィードで、これ金レッテで
きなり真っ直ぐ。スピードで。上から投げたらマジやね。あそこが狙いますね。一発目、ヒラフィードの自分で塗ったから。バイトがあったけど、もうなんやったな。俺ならいいや。俺ってことが分かったんで。よっしゃー、来た。いい。ちっちゃいな。こないだと一緒やん。まあ1本目ヒアフィードの折り方で60センチぐらいのめっちゃ元気か。よっしゃー、今日1本目。あー当たる。ショートバイト。出らんか。半ぐらい、50なぐらいですね。逃がします。よいしょ。いい、バイバイ、ありがとう。やな、はい、今や絶対食ったろう。絶対食ったろう。なんとか
下げたがいいっすね。このさっきと一緒ぐらいサイズは。ルアーはヒラフィードです。逃がしてあげます。ちょっと破けたけどな、選んだところ。はい、ありがとう。サンキュー。できました。なかなかド本命な場所です、ここが。クワントや、左やな、あちらやな、ついてって。あ、ちょっとバイトあった、乗らんやつだな。今んとなんか良さそうな、サイズ的に良さそうな感じの当たりあったっすね、今んとは。あ、バリ気持ちよか、今の当たり。今の当たりは気持ちよかった。久しぶりのガツンっていう当たりあったっすね。流して、出てこい。うわ、出らんな。あんまりバッテリーがないんで、気をつけながら目の前の下り場ちょっと打ちますね。あー、ちょっとネギいったな。いやー、けどさっきの当たり良かったな、気持ちよかった。乗らんやったけど、ああいう当たりがやっぱいいっすね。ゴスッの当たりは、ゴツガツン、丸系の当たりが出らんや、これ。なんでやろうな、こっちは渋かな。もう少しレンジ場入れてやるともしかしたら釣れるかもしれないですね。潮がめちゃくちゃ下がってきてますね。当たったけど、ちっちゃかったな、今見えたけど、ちっちゃいのがバイトしてきたな。あら、火がナッピング当たる。
さらしがないところでも当たる。あ、やっぱここ入っとんな。